部です。こんにちは、徳丸です。今日はですね、東京都在住の徳丸さんからの、はい、ご質問をいただきました。質問しましたなんだっけ、言ってやって。ボランチの、サイドバックからのもらい方。もらい方、はい、ね、まあ単純にいつも相手マークこうやっていて、まあボランチだよね、はい、サイドバックの位置ですね。そっち北野さんカメラね。じゃあボールもらおう。でここでね、普通にもらえばいいんだけど、これでしょ。これがもらいたいんですけど、うん、ここにいると、うん、なんか相手がいるんで、うん、出してくれないんですよ。出してくれないよね、はい、でこの時に徳丸さんどうしてだって。でここからもらって、あ、ダメ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 こういうあるあるだよね。結構いるよねこういうのねこうなっちゃってました。あ、だから普通に言ったら、じゃあ俺が今度やるけど、はい、普通に言ってここで、あ、もらえないなと思ったら、こうやってね、流れないといけないよね。あ、なるほど。簡単に言うと、そしたらどうなる。そしたらまたもらえるんだよ。おお、確かにあれね、今さっきね、さっきの時はここで、あ、もらえないなと思ったら、ここで簡単にこうやってって言ったんだけど、はい、これフォワードでも一緒でしょ。うん、うん、そうですね。フォワードの動きと一緒、流れてってこっちに入らせって。あー、確かに。そしたらもらえますね。やってみる。はい、今まではここで、あ、俺ちょっとやりたい、さっきの徳丸さんをやりたい。さっきのここで、はい、出せって出してくれて、うごうごして、うごうごして、うごうごして出さないでしょ。でこうやってシドロボードになるんでしょ。そうです、そうです。ダメでしょこれ。ここの空気感がなんか悪くなるいや、ダメでしょ、空気悪くなるよね。悪くなるよね。だからこれを、はい、どうぞ。もしこれでいいよ、やっていいよ。これでもらえなかったら、もらえなかったらどうするようになるの。やって、で、入ってってもらえるよね。いやこれ知りたかったほら、何年か越しの悩みが一発で解決解決しましたね。だからここでイラッとするのはさ、出せよって言って、うわ、出さねえなと思ったんだけど、この無駄な、ね、時間をもう一回作って、はい、出せってやるこの時間、はい、正直2回3回やりたくないのよ、はい。だここのタイミング合わせはすごく重要なんだけど、はい、だから最初から走り切っちゃダメなんだ。ここでもう一個言うと、じゃあ俺やるね、はい、ここで見てるかなまでちゃんと見て、顔上がるまで、はい、出せまで行くかどうか。あー、なるほど。ここまで見てた。いや、そこまで見てないですね。だから振られるんだって。あだから振られるんだってサイドバックに振られ続けたんでしょ、はい、振られ続けてこうやってね、すっぽかされてるでしょ、こうやってだから、はい、じゃあどうすんの、ここで、はい、やっていいよ、はい、顔見て、で、出ない、出ないんでしょ。で、もう一回、ダメでもこうもらえるよねって。解決、解決しました。解決したそうです、はい、何年か越し。さっきの北野さんのも 何年か越しでしょね。だからね、そんなもんなんですよ、はい、だから、一刻も早く困ったら来るべきなの、はい、そうですね。何年も迷う必要ない分かった。分かりました、ね、だから個人レッスン待ってます、はい、待ってます、ね、あとはコメントからじゃなくてオンラインサロンからくださいね。あ、そうですね。質問ね、無料で、コメントのところに固定でついてるから、そこでもらったら頑張って答えるようにしますよ、はい。ね、どこのどいつか分かんないの答えるのとっても嫌なんだよね。はい、まあそうですね、ね、無責任なこと言えないからさ、学年分かんねえとかさ、どこの人かとかね。そうですね。だからそういうのはね、ぜひね、オンラインサロンの方は無料なので、ぜひね、登録してもらえればと思います、はい。ということで、チャンネル登録お願いします、はい。